だって悪意持ってしてないことが悪いことになるって最低じゃん。最低な状況になってるじゃないですか。村野さんが天然って言うけど、私はそれ以上に天然なんで、悪いことしてないのに悪いことになってしまったと思って落ち込むタイプなんで、もうそんな履き違えられたら本当に困ります。またこれをまた内藤さん、内藤、ちょっと待ってくださいね、ユーチューバーに人結果の俺よ、ほらねえ内藤さん、ちょっと待ってだから私何内藤さんは何、内藤さん俺に言ってんの今、困るんですよ内藤さん俺に言ってんの、プライベート上で。ココさん、てか上野さんはいいですよ、いくらでも言って。じゃあココさん、はい、内藤さん今俺に言ってんの。いや何も見てないです。今誰に言って、じゃあ俺に言ってんの今。いやただ気分で一時的に感情的にちょっとなっただけなんで。うん、分かった。じゃあココさんさ、はい、さっきのココさんの言葉だと、はい、俺が性格悪くて俺が頭おかしいってことで OK？ いや、捉え方おかしいと思います。まあ、人の心がないんだなってちょっと残念ですね。人の心がないとか。なんか、うん、なんて言うんだろうな。今まではなんでだろう。私に直接連絡すれば聞けることも直接連絡しなかったのは、まあ、私のこと信じてくれてて。だって着拒してたじゃん、だから。と思ってたんですけど、着拒だったんだと思って、私着拒してること覚えてないですよ。ちょっと待って、私着拒してる記憶も覚えてないんですよ。ちょっと待ってないと。一回変われば、一回変われば、はい、あんま争わないでください。変われば、内藤さんちょっと深呼吸しよう。死ねえよね、やろ、何やってんねん今よ。だから何なんこれ、ちょっと利用してんじゃねえぞ、ほんで今、ね、子供っぽくなるから、ちょっと一回変われば。ああ、すいません、はい、ライブ中じゃねえよ、やろ、ライブ中にかけてきたのコウコさんだからね。ライブ中にコウコさんがかけてきて、今ライブ中ですよって言って、あ、いいですよって言ったのコウコさんだけど、なんか文句あんのかい。だから、おい内藤、ライブ中にかけ、ライブ中、お、俺ら人の話聞いこら。じゃあコウコさんに、変われよ。どういうこと？いや、消えてないよ。切れだ。すいません、上野さん。うん？切ります。いや、いいよいいよ、分かったよ。切れってことなんで。大丈夫だよ。ありがとうね、ココさん、電話くれて。はい、失礼します。はい。